アイザック・ウォルトンの肖像、ナショナル・ポートレート・ギャラリー像。キャサリン・オブ・ブラガンザの肖像、ナショナル・ポートレート・ギャラリー像。ヤコブ・ユイス・マンスは、フランドル出身の肖像画家。王政復古期、チャールズ2世地下のイングランドへ移り住み、宮廷画家として人気を博した。主な肖像画作品としては、アイザック・ウォルトンや、チャールズ2世の王妃キャサリン・オブ・ブラガンザを描いたものがあり。 これら2作品は、ロンドンのナショナルポートレートギャラリーに展示されている。ユイスマンスは、アントウェルペンの芸術家の一族に生まれた。ユイスマンスは、ジャンイコール・バプテスト・ユイスマンスやコルネリス・ユイスマンスの、おじである。ヒリス・バッケレールと、フランス・ボータースの下で絵画を学んだ後、ユイスマンスはイングランドへ移り住み、後には、デビット・デス・グランジズに影響を与えた。 ユイスマンスの初期の作品はアンソニー・バンダイクの作品のパスティーシュといった趣きのものであった。ローマカトリック教会の信徒だったユイスマンスはキャサリン・オブ・ブラガンザのお気に入りであった。1664年8月26日にウェストミンスターにあったユイスマンスの画質を訪れたサミュエル・ピープスはユイスマンスのことを絵描き、リリーをしのぐ腕前というと日記に書き記した。 この時、ピープスは、ユイスマンスが描いた、キャサリン・オブ・ブラガンザの肖像画の中でも、最も重要な作品である、羊飼い姿の王妃キャサリンを見ている。ユイスマンスにとって、刺繍や宝石で飾られた衣装を身につけた羊飼いの、姿に女性を描くことは、定番のスタイルであった。ユイスマンスは、1696年に、ロンドンのジャーミン・ストリートで没した。ありがとうございます。